よく分かんなかったから飛ばしておこう。お、パラグライダーも飛んでるけど、ここ、ほら。よし。いやー、ここにほら、集めてたかけらがありますわ。これトン、フラミンゴだと探しやすいね。ここもなんかありそうだぞ。絶対なんかあるやつや。あ、レストランね。こういうとこでね、白ワインとね、魚のムリエルとか食うのいいでしょうね。楽しい。絶対ね、フラミンゴ的にもね、こういうとこ来たいとこですね。一度はフラミンゴが訪れたい店っていうところでしょうね。ちょっと待って、ドリルどこなのよ。ドリルどこですか。ファインドザミッシングカート、失った車も見つけろというミッションも重複して、発生しましたね。ここでなんか作戦本部的ななんかなんでしょうか。ドリルも、必要なんですけど、車も見つけろと。ここで怪しいことやってるね、男と女。あ、すまん、来ました。さすがフラミンゴ、羽ばたけ。そのセキュリティに突っ込む。よしよし、やっと来たな、これ。オッケー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 。さあ、ちょ、イルガ君が待ってるからね、これ。入ってきますよ。痛い。侵入した。お前らを傷つけはしない。勝手に自分で傷ついてるけど、だからおとなしくしろ。さあ、やってきたぞ。イルカくん、お待たせした。一応やろうじゃねえか。フラミンゴに任せろ。おらよ。もうね、首が金庫に入ってるよね。あれ？また外れたよ。もう一回。もう一回。二回やんないといけないのかな、これ。よし。首がね、首今度ね、ふにゃになってます。あら、うまくいかねえぞ。し、これだ。決まった。よっけ。また、オーマイガー。サードドリルが必要だと。ちょっと、じゃあフラミンゴここで待っていただいてね。やっぱここは気合のラクドですよ。やっぱ救難信号を受けてね、イルカを救いに来た。人でもありますからね、ラクダはね。バスケットボール、ラクダがダーンクっていうね。何をやってるんだ。ラクダ本来の技みたいなのあるのかな、俺。ラクダ本来の技って、あ、ラクダ的にはやっぱ舐め取るぐらいしかないんですね。まあ何かあったら、これね、ラクダ水出せますわ。謎ですわ。なんか、おしっこ的な何か、これ。あれ、もう打てなくなった。あ、水分補給をして、これね、こうやって水分補給をして、ラクダは水で攻撃することができるということみたいですね。これ何かにきっと役立つはずだぞ。それで、こういう感じですわ。ああ、これいいじゃない。至るところにこの水道管があるのはそのせいでしょうね、おそらく。舐め取って、やるっていう。ちょっと事故起きすぎやろ、この街。どけ、ラクダのおとりや。ラクダのおとりやで。あ、ラクダ乗った。車に乗ることができた。いや、ラクダという生物はね、水分を、全然取らなくても砂漠を渡れるらしいんですよ。っていうのも、このコブに水をね、補給してるらしいですね。これ警察署やん。勝手に入っていいのなのに。警察署にドリルが置いてある可能性はあるからね、でもね。何あの。人がいっぱい入って入れられてるけど、そこでなんかされてんのかな。よし、手に入れた、これ。新しい。三つ目の黄金も手に入れたぞ。これ何なのかが謎ですけども。これなんだ？このドアは開けれないのか。
あれはなんかテーブルみたいなもんか。捕まってますね。いろんな人たちが捕まってますね。あれ？これ一度入るとこれまずいやつ。これ出れなくなった。よし出れた。いやー何かと思いましたわ。いや警察からね、ちょっと盗むことができたんですが、ドリルの方はなかったっぽいですね、ここにはね。あの警察の方は何をやってるんでしょうか。救ってあげようか。よし。ああ、引かれてる、引かれてる。お、ちょっと待って、ジェットパックなんや、あれ。ラクダにジェットパックとかあったらもうこれ最強でしょ。どれどれ。これ。これじゃない、これじゃない。ちょっと爆発した、爆発した。これ。じゃあこれじゃない。どうやらこれジェットパックではないみたいですね。むしろ私、なんかね、コブがえらいことなってる気がするんだな。気のせいかな。なんか、コブ、でかくなってない？気のせいかね。これのせいかな。これ、なんかコブがね、非常に重くなってる気がするんだけど、気のせいでしょうかね。あ、このままではね、ドリル持ってきても、あの中に入れないという事態に陥りますけどね。まあまあ、探してみましょう。ちょっと自転車に乗って探しましょうか。広いですからね。よいしょ。ちょっともうさ、もう何の生物かわからない。何の生物かわかんないから、これ。何の生物これ。どうなっちゃってんのこれ。おかしい、おかしい。おかしいから、これ、もう。あ、ちょっと待って、なんかある。あれ？これ、スナック。スナックっぽいのあるけど。あ、スナックだね。チップスですね。ちょっと、この中に入りたいな。なんか、あの中楽しそうだぞ。どれ？ドリル、なかなか見つかんないから、もう楽しいとこに行く感じになってるけど。こんにちは。ラクダです。あ！金色のボート。これ持ってきたいね。これ持ってきたいけども、持ってけないのか。あ、これ20ドルでかけることできますわ。かけてみましょう。おポーカーができるぞ。ちょっと待って。ちょっと今、ブラックジャックこれ。今20になってるんだけど。スタンドじゃなくて、スプリットでもない、ヒットでもない、ダブルでもない、1でいきましょう。ブラックジャック来た、ほら。勝った、20ドル。いや、まあいいんだけど、ここで、ここでさ、ブラックジャックできるとかさ、そんなミニゲームいいんだけど。いや、でも、この世界ではお金が重要になってくるかもしれませんからね。あ、2階もありますね。2階はないのか。ここもいずれ銀行ごとしてやりますわ。まあまあまあ、今はね、ほっといてやりましょう。普通にプレイしてあげますわ。何様なのっていう。さあ、ドリルを探していきましょう。ありました。これですわ。さすがラクダ。やっぱね、こう、根気よくね、探すっていうのにね、適してますね、ラクダってのはね。いやー、これで銀行強盗やっとできるぞ。3度目の正直や。ね。ただ、ラクダがあの中に入れるかって言われたら、ちょっとね、謎な気がするけど、ちょっとチャレンジだけはしてみましょうかね。ラクダ入っていくよ。いけるかな？
やいや、やっぱ行けないから。やっぱラクダ行けないな。お、あれだけ。危ない危ない。ということは、ここで、チェンジして、フラミンゴさんに取ってきてもらいましょう。やっぱり、フラミンゴさんがね、一番素早くて、動きやすいと言いますかね。さあ、ラクダさん、え？車が、なんかトラックがえらいことになってるけど、大丈夫かな？おー、久しぶり、ラクダ。今回の作戦、よろしく頼むな。ちょっとそれ話してくれないか。ちょっとそれ話してくれないか。OK, OK。これで、受け渡すことができましたと。あ、さっきのトラック何だったんだろうね。ラクダな。ちょっと待って。ちょっと待って。あの、変なところに挟まってるな。ドリルがね、ドリルが変なとこ挟まってる。よし、ちゃんと持っていくぞ。こっから、ちょっと、中に入れることができました。いやー、ここはやっぱフラミンゴに任しといて正解でしたわ。よし、おっさんまだここにいたんだね。やっとイルカくんこれ持ってこれたよ。外にね、ラクダくんがいるからね。銀行ごとこれでうまくいくと思うよ。さあ、行きましょう。開けよう開けよう。三度目の正直だ。これで金庫を開けることができるぞ。楽しみだね。何があるのか。もう一度だ。よし、開いた開いた開いた。これなんだ、椅子だ。椅子があるけど、お、はあ、チーズサンドイッチ。ちょ待って、チーズ、あ、サンドイッチ消えた。ちょっと待って、チーズサンドイッチが消えた。あ、手に入れましたね。これ何？あ、ロケットが手に入った。フラミンゴ、ただでさえ飛べるのに。ちょっと、どんだけなの、これ。そんなわけで、今回、チーズ攻略することができましたので、この辺にしたいと思います。ちょっと続々ミッションこなしていきたいと思いますね。それではお疲れ様でした。皆さんの良きヤギライフ。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。